ございます。今から沖縄5日間の旅に行ってきます。今日はとりあえず飛行機で沖縄へ向かって、そしてホテルに着いて、でちょっと街をブラブラできたらブラブラしようかなって考えてます。じゃあその様子を撮影していこうと思うんで行ってきます。ちなみに今日のファッション、2人のファッションはガラシャツコーデです。私は草とか、彼はその光、2人とも H&M です。じゃあ行ってきます。
今からお部屋に入ります。さてさて、はい、いいよ、ついていく。よいしょ。お疲れ様です。よっしゃ、お部屋に着きました。お疲れ様です。お疲れ様です、うん、パジャマも着心地が良さそう。クローゼット、うん、おー、アウトサイドビュー、眺めは最高。お風呂はシンプル。こういうのなんて言うっけ。こちらはトイレ。鏡が広い。見えない。ちょっと外にね、出たらすぐ鏡。鏡が大きくてファッションチェックしやすい。あ、いいね、これはいい。三面鏡、そこ朝私お化粧しよう。うん、いいね。お水もある。仕事ができます。ゴミ箱と引き出しは、あ、お茶ね、お湯、お湯ポットとかお茶っ葉とか、お茶っ葉、クリーミーパウダー、あー、コーヒー、コーヒー、なるほどね。上はランケーブルと冷蔵庫、うん、冷凍はできない、うん、ですね。とスリッパが2個と荷物置き、うん、お部屋のご案内でした。もう出てみよう。ああ、今から晩ご飯を食べに街ブラに行きます。何が食べたい？やっぱそば。沖縄そば。ラフテー。ラフテー。ラフテー。あ、食べたラフテーは、なんか角煮みたいな。あ、なるほど。美味しそう。晩ご飯食べに行ってきまーす。すごいいい匂い。苦手なやつがあるよ。うわ、本当だ、苦手だ。はい、チーズ。はい、チーズあ、なんかさつま、なんか芋あるんだけど、芋。あ、これがさっきのあれだ。何？あの、ホテルになった。あー、すごっ。スパコスメ、行きたい。うん、修学旅行生に大人気。シークワーサーどう？あ、めっちゃいい匂い。海ぶどう。なんか化粧水がもうないから化粧水を買いたい。フルーツのラップマスク、すいません。綺麗。これは戦後の沖縄で生まれた琉球。見て、海ランプ。ちょっとこれ欲しい。
お疲れ様です。今ちょっと夜の8時ぐらいなんですけど、雨が降ってきたので、うん、急いで晩ご飯を取ろうと思います。アンガマっていうお店、まあ、いろいろある、一見見てみると今から注文していきます。セットで買ってます。